スズメバチは実は秋に凶暴化すると言われていますまさにこの時期そうなんです。その対策でしたりスズメバチの生態について深掘りしていきます、はい、昆虫の生態に詳しい三重大学の生物資源学研究科塚田森男教授に伺いましたまずスズメバチは春に女王バチが一人で巣を作り始めます、はい、その後夏にかけてメスの働きバチの数が増えていくんです その後秋ごろになるとオスが誕生します働きバチはこの次期女王とオス,のオスを育てて守ることも仕事に入るんですね。なので巣に誰かが近づいていくと子供を守るためにより攻撃的になるというわけなんです。 もううっかりワースがあるって思って近づかない方がいいですねこれ絶対近づいちゃいけないですね、はいはい、では刺されないためにはどうしたらいいのか大事なポイントが三つあります、はい、まずは 香りに注意です。香水や化粧品、洗発料などをつけないこと。スズメバチは人工的な匂いに対して特に敏感だそうです。あそうなんですね。はい、続いてこれはきっと皆さん聞いたことあると思いますが、うんええ、黒を避ける。はい、ええ。スズメバチは黒を敵とみなしますので、暗い色の服も避けた方が良さそうです。で最後に白い帽子をかぶる。 スズメバチが最も攻撃してくるのは頭ということですので長袖、長ズボンで肌の露出を防ぐのはもちろんですが白い帽子をかぶることが大切だそうです、ね、あの今、登山する方も多いですけれども山に行くときなどは特に今の時期凶暴化してますから黒い帽子を避けてそして白い帽子で長袖で気をつけていかないと大谷さん、怖いですね。そうですね特にあの ワクチンでアナフラキーのことがだいぶ言われるようになりましたので、はい、やっぱり蜂に支えれていると後々こういろんな影響があるんだということをみんな認識してきたと思いますので特にあのこれから凶暴化していくのであればでですすねねいいしななきゃけこれからの時期気をつけないといけなないいいとですね、はい、あの見かけても触らないようにしてください。